ツイッター、どうも、リサでーす。のりばんでーす。イエーイ。おはようございます。おはようございます。今日はホテルのお部屋のカポバーというグッズみたいな、あんまり声が聞こえてすいません。ガッサガサよ、ほんまに。すいません、朝はこんな感じなんで。朝はこんな感じなんですけど、はい。やっていきたいなって。みんなで一緒にレディーウィズミーしよう。ゲットな。ちょっとアイマスクからする、しっかり。じゃあ、あいはその間にエスカップ飲みます。今日も一日元気に頑張りましょう。エスカップさん提供待ってます。せーの。10分後セルフ10分後。あ、待って、太陽まぶしすぎて目開けられへんねんけど、こっちはなんかリサちゃん2人おるみたい。ディスコレに似てるって言われたことはない。やっぱりその人と気合うかもしれない。今日晴れてるけど雨なんやろ。晴れてはないよな、今の時点で。わかる？天気の見方。どう見てもさ、曇りやんか。どん天やった。じゃあ今日、男子たちは、ピューロランドに行くつもりだったの。そう、なのに休館日。ありえないんだけど、どこに行ったらいいと思うって感じやねんけど。今の候補が、東京の駅の近くのめちゃめちゃいいホテルに泊まらせてもらったんですよ。ゲットゲット、社長のおかげ、ありがとうございます。ありがとうございます。そのホテル近郊のランチとか、うん、そういうご飯系行って、うん、ちょっとゆっくりして抱えるかか、まあ、東京やから、うん、リバーブがくず餅食べに行ってて、うん、やんろやろ食べに行ってたよ、社長やんなこれ、うん、で、そこが、まあ、ここから20分ぐらいかな、うん、やったから、うん、そこに行くか悩みどころですよね。なんならここのホテルでずっと行ってたんやけどな。ね、ホテルから出られない。昨日楽しかったね。昨日うちらの宣材写真を撮らせていただけるということで、初めてなんかあんなカメラマンさん。カメラマンさんってやっぱすごいよね。なんかまずスタジオみたいなのがめちゃ可愛いやん。結構山奥やって、そうなんかさ、タクシーで行かせていただいたんやけどさ、タクシーの運転手さんがこっちで合ってますかね本当にあるんですかねみたいな、いや私らも初めて来るから知らないんですけどみたいな、わかんないですね、ちょっとなさそうですよねみたいな。めっちゃ可愛かった。なんかお城みたいやってんな。 その山奥にポツリと一軒家みたいな感じであんねんマジさ、あんななんかハイポーズ撮ってイエーイみたいなさ、七五三以来やったからさ、本命ひどかったよな、カッチカチ。みんな総出で、あ、いいよ、かわいいよ、うん、もうほんまに、あの、泣いてる赤ちゃん、あやしされてるみたいな感じで、もうだからこれを半年後とかに見て、うん、もうマジあん時面白かったんやけどって言えるぐらいには成長してた。なんか昨日、メイク室みたいなところでメイクしてもらっとって、うん、で、なんかリサとフナッシーとあとメイクさんの方が一人おってで、なんかリサがなんか音聞こえると思ってパッと見て、山奥やからさ、なんかこんな結構デカめのなんか飛ぶ虫、そうそう、なんかアブみたいなのがおって、うんうんうん、うわみたいな、虫やみたいな、リサが言ってみんなもうパニックよ、ギャーとか言って、もうメイク中断へーとか言って、でそのメイクさんめっちゃ怖がっとってさ、うんうんうん、やばいみたいな、だってフナッシーが一目散にさ、部屋の外に出るんやん、その外に緊張みたいなのが置いてあって、あんねん、そうそう、でそれでも取りに行こうとするんやけど、なんでリサたちもじゃあ出ようと思って走って出ようとしたらさ、この子さ、でもさ、わかる？フナッシー、リサ、メイクさんで出ようとしたら、で、フナッシーが出たって思って、リサはそのまま出ようと思ったら、フナッシーが扉バーンって閉めてさ、リサたち、みたいな、なんで閉じ込められてみたいな、いや、虫もおるし、みたいな、普通さ、うちらが出てから閉じ込めるやん、虫が出えへんように。なんでもう、いや、急いで出て、なんで閉じ込められてって言ってさ、虫もそのまま出てきてさ、廊下に。そうで、フナッシーは、緊張量2個持ちで、こうやって戦ってんやん。言い訳させて、うちはじゃあ、フナも虫めっちゃ嫌いやねん、めっちゃ嫌いやけど、まあそこに女が6人おってんな、うん、で、この中で一番誘拐に立ち向かえるのはフナやって一瞬でこう分かって考えてた、多分フナがやらなあかんねや、これと思って、虫をと来てほしくないからさ、ワイもでも殺さなって思ってで、その虫を閉じ込めることだけを考えたら、なんか一緒に監禁しちゃって、あれはひどかったな、後でエンケさんと、あれは何閉めろんもうそんな余裕ゼロやったやろな、あの時みんな超パニック、しかもみんな部屋に立てこもるんやん、そうそうフナッシーだけ頑張ってたね、痛いな、じゃあ
してくれたらさ、あそこんでとか言ってくれたらこっちも頑張ろうってなるけど、みんなさうちの怖いからもうバッ誰もおらん、あれはパニックやったな。でも一日中撮影させてもらって思い出それってやばない？でもなんか、あのめちゃめちゃいろんな話をしてたんだが、カメラが決めていました。つらみの極み。いやあと1時間でチェックアウトなので間に合わへん。お腹減った、ご飯食べた。マジお腹空いたから髪をちゃちゃっとやりました。今日は巻き髪ですね。お豆の巻き髪。あ、雨なん？雨って全部崩れるからしかないかに。はい、バタバタですが今からご飯を食べます。うちらこんなのんびりしてる時間ないからな。今12時がチェックアウトで今11時半でございます。結構ギリギリで生きている。みんなに見したい。見た？見て、あれスカイツリーやね。すごない？すごない？ちょっと曇ってんのが惜しい。そう、だっけさ、メイクさ、カメラ回りながら回ってると思ってたから一生喋ってないけどさ、なんか美穂ちゃんがいきなりさ、ふなし体重増えとったんみたいな、うん、急に言われてさ、いや増えてるけどさみたいな、なんで今それみたいな感じでさ、なんでみたいな言ったやつ、昨日測ったんじゃないみたいな言われて、お前測ってないんやんかでさ、え測ってないでみたいな言ってもさ、測ってたよみたいな、でも測ってないよ、なんか測ってないから、測ってへんしみたいな、若干喧嘩みたいな。そう、いや測ってたよ、うん、うん、リサはそのリサがお風呂入る前にフナッシーが先お風呂入ったんよ。だからその交代の時にフナッシーがそのタニタの体重計を持っていくところをリサは見て、確実に夢じゃないあれは。でリサが測ってるって思って測るんや。だから部屋の外に持ち出してってから見えへんところで測るんやなと思って、じゃあリサも上がったら測ろうとか思って、上がったらその体重計が元のところにあったから戻したんよフナッシーと思って、リサは乗ったんよ。だってさ戻したんやって言うけどさ、風呂さそこ洗面所と繋がってるやん、戻してたら合ってるはずやで。しかもリサさ、風呂の鍵閉めとったんやん。でもほんまにしっかりフナッシーやって、しかも疲れてたから、なんか 寝て夢とかじゃないねん。だって現にそれを見てリサは体重測ってるわけやから。ねえ、フナッシーも測ってたから、リサも測ったって言って、風呂で一回意識なくなっとったの、死ん飛んどった。 あれは何やったやばな。うん、これはホテルが悪いわけじゃなくて、多分うちらがなんかな、見えるから、あのってうちらが疲れ切って、フナが飛ばしてたか、リサちゃんがなんかを見てたかやねんけど。え、待って、もう37分。待って、リサバスローブ着たいんやった。バスローブ着たい。うん、うん、待って、みんなバスローブ着るから行った。バスローブ着てみた。やれることはやっとこ。なこれどうやって着る。何バスローブって、どうやって着る。え、めっちゃ重なさすぎる。なんかさ、総長お疲れ様です、そうちゃん。バスローブってこんな暑いの？ロッテやりたい、今やってたのに一人でさ。お疲れ様です、そうちゃん。東京マサに乾杯。さて、もう40分。バスローブ着てんのにさ、あんな走り方したらダサいわ。時間はゆっくりなの？もうないで、時間40分で。あんな走り方したらダサいわ。大げさ、ちょっとバレちゃう、やらせってことが。やだ、私たちの優雅な朝食でした。モーニングでした。 Get ready with me。 めっちゃいいホテル、ありがとうございます。ありがとうございました、総長。はい、ということでですね、こちらやってまいりました、ジャムの方ではね、おなじみの景色かもしれません。おなじみと言っていいか分かりませんけど、はい、こちら亀戸天神だとかいうお名前の、ね、そうですね、ハウスでね、リバーブが行ってたところに私たちも行ってきました。はい、スカイツリーとの共演です。すごいじゃん、晴れたよね、よかったよな。よかった、めっちゃ曇りやけどな、雨はね、止んだからよかった。あ、で、こちらがあの純喜君たちが見たであろう亀さんですね。きっとこの子ですよね、はい、可愛かったこの子です、こんにちは。あ、で、あ、藤の花がね、うん、季節的にもうねえので、あの、いいです。はい、あ、
これはあのくず餅のお店です。でね、なんとあの彼たちが座った席にね、あの案内させていただいて、 J1 ですかって言って、 J1 です言うたら、座ってくださいって、ありがとうございますって、店員さんめっちゃ優しかったみたいな。めっちゃ優しかった、ね、でまあ書籍もねお供させていただいて、美味しくね、めっちゃ美味しかったな。めっちゃ美味しかったよな、感動した。うん、ご満悦っていう感じでね。今度はどこに行きましょうか。次こそビオロランドに行きたいな。お願いします。それではさようなら、イエーイポー。